はい、こんにちは。税業専門の税理士、川南です。本日の動画は、インボイス制度で負担軽減の導入が検討されているというニュースについて解説したいと思います。免税事業者でインボイス制度の登録、ちょっと様子を見た方がいいかもしれません。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もしていますので、ぜひチェックの方してみてください。また、新しく音声メディアの Voicy をスタートさせてますので、概要欄のリンクから飛べるようになってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。また、フリーランス自営業向けに本も出版してますので、こちらの本、自営業フリーランスに必要なことが一冊にギュッとまとまってますので、ぜひご検討ください。そしてもちろん YouTube の方のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速、本日の動画行ってみましょう。はい、それでは本日の動画の内容、インボイス制度負担軽減導入の検討がされているというニュースについて解説をしていきたいと思います。本日の内容です。負担軽減措置の導入が検討されている、まあ検討中ということでね、ニュースが入ったんですけど、その導入をね、検討している内容が何かについて今回動画で解説していきたいと思います。この負担軽減の導入を考えている大きな柱は2つあります。この2つとも今回ね、動画の方で解説したいと思います。まず1つ目、3年間は売上税額の2割を納付すれば OK ですよというのが検討中です。そして2つ目検討されていることは、1万円未満の取引額のものはインボイスなしでもいいですよということが検討中というニュースが入ってきております。これまだもちろん決定したことではなくて検討中ですので、またね、結果が出るまで少し時間かかって、おそらく12月の中旬頃発表されるというふうなね、予定なんですけど、まだ決定ではないのでご注意ください。そして最後にインボイス制度の課題のまとめ、一体インボイス制度ってね、どういうことが課題でね、こんな話題になってるのかっていうのを最後まとめたいと思います。本日はこのような流れ、2つのニュースについて解説しますので、動画最後の方までしっかりとご覧になってください。はい、それではまずね、インボイス制度について簡単にざっくりと解説します。ここでインボイス制度に時間を取ってしまうと動画の内容進みませんので、インボイス制度ね、まだよくわからないよとかね、しっかりもう一回押さえてから戻ってきたいっていうことは、過去に動画たくさんインボイス制度関連の動画作ってますので、こちらの方を確認してください。そして最近ちょっとね、インボイス制度再生リストにまとめてありますので、そちら再生リストの方から探していただけると探しやすいんじゃないかなと思います。ではね、さっくりと復習をします。そもそもインボイス制度どういうことかというと、一言でまとめると、消費税のルールを変更しますよということになります。これはどういう風にね、ルールが変更されるかと言いますと、要は免税事業者、まあ売上高が1000万以下の免税事業者だった方が課税事業者にね、ならないといけないようなことが起こってくるので、課税事業者になるという方法を選択しなければならないよというものになります。そしてインボイス制度に登録しようと思いましたら、事前に税務署に申請登録が必要です。そして税務署の方から13桁の登録番号が発行されます。そしてインボイス制度に登録して申請をすると、登録番号がもらえる代わりに、申請した方は今まで免税事業者だったとしても課税事業者に自動的に変更になりますので、消費税の申告が必要になりますよ。そして消費税の納付が発生しますよということになります。そしてこの登録番号をどうしてね、取らないといけないのかっていうと、この登録番号が記載されているもの、請求書領収書が適正な請求書領収書と認められる、番号が載っていないものは適正ではないということで、適格請求書ではないよっていうところがポイントになります。ですので皆さん登録番号が必要となるので、免税事業者から課税事業者に変更せざるを得ないというような出来事が起こってくるわけです。そしてこのインボイス制度なんですけど、令和5年の10月からスタートで、このスタート、10月1日のスタートに間に合わせたい場合には申請に締め切りがあります。令和5年の3月31日までに税務署に登録をするようにしてください。それではね、インボイス制度について簡単に振り返ったところで、本日の本題の今出ている検討中のニュースについて紹介していきたいと思います。まず1つ目のテーマですね、3年間は売上税額の2割を納めればいいよっていう話について解説をします。これはどういった方が該当するかというと、まず今回のインボイス制度によって免税事業者から課税事業者に変更したという方が対象になります。ここご注意ください。そして売上税額の2割を納めるという計算方法を取る予定です。そしてこちらもね、まだ案なんですけど、一応期間を設ける予定で、3年間の期間限定の予定というふうにニュースに入っておりました。こちらのね、3年間は売上税額2割でいいよっていう話なんですけど、まだ解決されてない点、疑問点が出てくるんですけど、先にこちら簡単に紹介します。まず1つ目なんですけども、こちら売上税額2割を選択したいという場合ですね。今までですと簡易課税制度を選択したいって場合は、その届け出が必要だったので、この消費税系の届けなどが必要なのかっていう疑問点と、またその届け出をいつまでにすればこの売上税額の2割を選択することができるのかっていうのことは、まだ未
定で何も決まっていません。そしてまたすでにインボイス制度を登録していて、もう番号をもらっている、そして簡易課税制度の届けと出している方はどうなるのかというような点もまだ不明になりますので、これからのニュースしっかりとチェックする必要があるかと思います。とりあえず軽減措置の一つとして3年間は売上税額が2割を納める計算をする方法が予定されていますということです。では具体的にこの売上税額2割を納める計算予定ということなんですけど、この計算方法について次のスライドから見ていきたいと思います。そしてこの売上税額の2割を納める計算予定の前に、少し簡易課税制度というのはね、どういうものかについておさらいをしてから進みたいと思います。はい、簡易課税制度のおさらいです。そもそも消費税というのは原則課税と簡易課税と2種類の計算方法があります。これ過去の動画で消費税の計算方法紹介してますので、ぜひ皆さんそちらの方ね見ていただいて戻ってくるとより分かりやすいと思います。この2つの計算方法があるってことを知らないという方はそちらの方で復習をしてください。はい、簡易課税制度のおさらいなんですけど、簡易課税制度というのは売上高が分かれば納付する消費税の税額の計算が可能になるというみなし仕入れ率を使って計算をする方法になります。でこのみなし仕入れ率っていうのは実は業種によって変わってきます。卸業でしたら 90%、 小売業でしたら 80%、 このように1種から6種まであって、その業種によってみなし仕入れ率パーセンテージが変わるということです。これが簡易課税制度の大まかなルールになります。詳しい計算方法はこちら過去の動画に載ってますので、そちらの方でぜひご確認ください。おそらく今回のインボイス制度によって、今まで免税事業者だった方はこの簡易課税を使うことで事務負担の軽減をすることができるので、皆さんね、多くの方が簡易課税制度を使うのではないかなというふうに予想がされます。ここまで簡易課税制度の簡単なおさらいになります。そしてじゃあ次のスライドで実際にこの売上税額の2割計算というのがどういうものか例をとって紹介したいと思います。はい、実例です。1つ目の方法をまず紹介します。1つ目の方法は前のスライドで紹介した簡易課税制度、要はみなし仕入れ率を使って計算をする方法を紹介します。今回サービス業だとします。まあ一般的にねサービス業の方が多いんではないかということで、今回実例サービス業を選びました。でサービス業はね、前のスライドのところにみなし仕入れ率が何パーセントかというと 50% なんですね。サービス業は 50% です。今回お店の売上が700万だったとします。そうすると700万の全てのね売上がこれ 10% のものが売れたとします。そうすると 10% なので70万円になります。で70万円に 50% のみなし仕入れ率を引くと35万円になりますね。そうするとこの売上700万円の方のサービス業の方の消費税は、この70万円から35万円みなし仕入れ率で計算した35万円を控除することができますので、消費税は35万円ですよというふうに消費税額を計算するということになります。では今回の負担軽減の2割計算はどのように計算しているかというと、こちらです。売上税額の2割計算、これが今回の軽減措置になります。売上が700万円です。そうすると売上税額というのは 10% だと仮定すると70万円になります。この70万円に2割をかけて消費税額を計算するという方法になります。70万円に2割をかけると14万円になりますよね。そうするとこの方は簡易課税を選択するよりも、35万円消費税払うよりも、この2割計算を使った方が消費税額が14万円となるので、ダウンするということになりますよね。これが今回の負担軽減の話になります。要は売上税額の2割計算をすることも可能になるということを今検討中ということです。こうすると確かに消費税額の負担額は下がります。ただし業種によってこの簡易課税の方が得なのか、2割計算の方が得なのか、どちらが一体得になるのかっていうのはシミュレーションしないといけなくなりますので、必ずしも2割計算が得とは言えませんのでお気をつけください。そして先ほどね、消費税の計算方法って実はもともと2種類あるよって話をしたので、今までの原則課税と簡易課税という2種類の計算方法プラスこの売上税額の2割計算、どれが一番自分にとってお得になるのか、消費税額がどれがいいのかというのを考えないといけないというデメリット、判断の難しさというのが発生することになります。とはいえこの2割計算の話なんですけど、計算方法はシンプルですし、負担は実際に減る、要は消費税を払う負担額は軽減するということには間違いないと思います。でここで皆さん一つ間違いやすいポイントがありますので、こちら注意ですよ、これとこれはまた別の案ですよということで次のスライドを紹介します。これ間違いやすいんですけど、経過措置の話とは別物ですのでお気をつけください。経過措置というのはどういうものかと言いますと、要は3年間は適格請求者発行者以外、要は免税事業者から仕入れた時でも 80% 控除可能ですよ。そして3年間経った後、さらに3年間は 50% 控除が可能ですよというのがこの経過措置というルールです。これですよね。ここの請求書が
免税事業者や適格請求書、要はインボイスの番号がない方のものでも 80% 3年間は控除可能で、その後は3年間 50% 控除可能、それ以降は控除不可ですよという経過措置があります。この経過措置はもうすでに決まっている決定事項になります。そして先ほどの売上税額2割ということで残りが8割になるので、この 80% 控除可能とごちゃごちゃになって、この皆さん経過措置と先ほど紹介した2割の計算方法がごちゃになったりしますので、これ全然別物ですのでお気をつけください。はい、それではもう一つの案について紹介をします。はい、それではもう一つの案なんですけど、1万円未満の取引額はインボイスは必要ないですよっていうのが今考えられている案になります。どういうことかと言いますと、適格請求書、要はインボイスの登録番号が載ってない請求書でも税額控除が可能ですよっていうものになります。こちらも同じように期限付き特例措置の予定となります。そして条件なんですけど、年間売上が1億円以下の事業者に該当するというような案です。そして対象は先ほど解説したように1万円未満の取引額でしたらインボイス制度、要は適格請求書がなくても仕入れ税額控除が可能ですよという案になります。効果なんですけども、こちらをね取り入れることによって、適格請求書、要はインボイスが発行できないような免税事業者でも税額控除が可能だという点、それによって、まあ、取引先として敬遠されたりとかする懸念が減少する可能性が高いということで、この1万円未満のものは必要なしというのが今検討中ということです。とはいえこちら期限がねありますので、何年かしたらこちら1万円未満のものはインボイスじゃなくてもいいですよというのはなくなりますのでご注意ください。そこでですね、今回この1万円未満は必要ないって言ったんですけど、実はもともとインボイス制度が必要ないという取引があるので、そちら紹介したいと思います。もともとねインボイス必要ないよという取引を簡単に紹介します。1つ目、3万円未満の公共交通機関の場合はインボイス制度の適格請求書は必要ないです。例えば鉄道、バスや船舶がこれになります。そしてもう1つ、3万円未満の自動販売機ですね、こちらも必要ないです。次に郵便切手ですね、これはポスト投函のみが該当しますのでお気をつけください。窓口の場合はねレシート領収書出ますので、そちらの方は該当しません。この自動販売機と郵便切手が入っているのは、まあ自動販売機にね何かね買ったとしても、もともとレシートって自動販売機やポストから出てこないので、まあ対応できないよねっていうことで、インボイスのこの適格請求書はもともと必要ない取引として挙げられています。そしてもう一つ、卸市場や農協などの委託販売の方は必要ない取引に該当するというふうにね、以前からこれはもう決まっていることです。もし今動画を見ている方でね、どれか該当するようなビジネスをされてるって方は詳細を必ず調べるようにしてください。ここでは簡単に紹介するのみにとどめます。そして今回もともと必要ない取引にプラスアルファとして、小規模事業者の1万円未満の取引額についてはインボイスが必要ないですよっていうルールを作ろうっていうふうに考えているということになります。とはいえ数年間のみの予定ですのでお気をつけください。はい、それではまとめです。もうねインボイス制度を説明する方も大変でして、なかなか分かりやすく説明するのが大変なんですよね。このインボイス制度がこの軽減をね考えている考案中ということで、さらにややこしくなるというふうに思っております。インボイス制度の難しさに加え、他何が問題かというと、インボイス制度が入ることで全ての会社、まあ自営業、フリーランスの方、まあ私たち税理士も含め事務作業の増加と負担は避けれないと思います。そしてインボイス制度がどうして今こんなに騒がれているのかっていうと、問題点が3つあるんですよね。この3つ何が問題なのかをまとめたいと思います。1つ目、要は免税事業者から課税事業者に変わることで消費税の負担が増えるよねという問題。2つ目、取引先が仕入れ税額控除ができなくなるという問題。これはインボイス制度の番号が載せてないことで適格な請求者を領収書として認められなくなるので、仕入れ税額控除ができないということで、取引先がその分消費税のね負担をしないといけないという問題、これが2つ目の問題ですね。そして3つ目、この取引先の仕入れ税額控除ができないという問題から、免税事業者に対してもしかしたら仕事の減少につながったり、取引ねしてもらえなくなる可能性が高いという問題点。そして免税事業者の方は今までもらっていて請求をしてた消費税がもらえなくなるので、売上自体が 10% 程度減少するのではないかっていう風な問題点、この3つの問題点が大きく挙げられてて、今インボイス制度というのはこれは困るよねということでニュースになっているというわけです。この3つの問題点があるというふうに頭に入れて、インボイス制度のニュースなどを見ると理解しやすくなるかと思います。とはいえそもそもね、もともとは1000万円以下の方は免税ということなんですけど、お客さんに対して、まあ、取引に対して消費税を 10% 乗せてる場合は、今までそれはね液税でもらっていたもの、そのままポケットに入れていたというものになるので、そういうことをなくして全員平等にしようというのがね、まあ、今回のインボイス制度の狙いでもありますので、まあね、どちらがいいとかどちらが悪いという問題ではないんですけど、皆さんしっかりととにかく事前対策をして知識を入れて、全事業者、まあ商売をしている人にはね全員関わってくる内容になります。
ありますので、インボイス制度ぜひしっかりと勉強して対策をしましょう。結論として、とにかく何かしらの負担は避けれないということになります。今回のこの改正を、考えているこの負担軽減案については12月の中旬頃にまとめられてまた発表されるという予定ですので、またねその結果が出次第動画でまとめたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をして情報を逃さないようにしておいてください。はい、私はオンラインサロンの運営をしています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上に税理士を雇うということで質問相談をすることが OK です。これ Facebook の非公開グループで運営をしています。そして2つ目のメリットはサロンズームを定期的にやっております。これメンバー同士の情報交換感ができるということでとても好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。今ビジネスどういうことを考えてるのとか SNS の裏側、TikTok や YouTube、Voicy の撮影の裏側などなど、また経理や税金の新しい情報などオンラインサロンのみに投げておりますので、ぜひオンラインサロン気になるよって方は概要欄から URL が飛べるようになってますのでご検討ください。皆様の参加お待ちしております。また私は本を出版しておりまして、フリーランスや自営業の方に役立つ、必要な情報が一冊にギュッとまとまった本を出してますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。 Amazon でも売ってますし、 Kindle 版もあります。大きい書店でも置いてあるようですし、また楽天ブックスでも売っていますのでお願いします。はい、そして YouTube の方チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また高評価ボタンの方もね、ぜひぜひどんどん押していただけると助かります。その他 SNS はですね、 Instagram、Twitter、TikTok もやっておりますので、そちらの方お願いします。また Voicy を始めましたので、そちらの方もぜひチェックしていただきたいと思います。またこの YouTube とは違ってちょっとプライベートの話とかもうちょっと広い分野でお話をしてますので、気になる方はぜひフォローの方お待ちしております。はい、それでは本日の動画以上になります。今ね検討中の、インボイス制度、騒がれてるインボイス制度なんですけど、2つの大きな負担軽減の導入を検討されてるってことですので、皆さんしっかりとどういうものだったのか確認をして、またインボイス制度事前に対策必要ですので、取引先の交渉などなど含めて、また登録するにも期間かかりますので、しっかりと情報を得るようにしてください。はい、それでは本日以上になります。いつも最後まで見てくださってありがとうございます。自営業専門税理士亀の実でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。Bye.